行ってもらう、なんで行ってもらおうまだ聞こえない、なんかちょっと来てテスト的で、ね、聞こえます、はい、今ねお客さんたちがね今聞こえるって、あ、本当ですか、私聞こえないよ、刺さってるじゃない、レベルかなんかかな、スワちゃん聞こえる、ちょっと待ってね、ねえ聞こえる、レベルかな、聞こえる、聞こえる、聞こえない、私の声が聞こえる、ねえ今ここで喋ってる、ご褒美は絶対聞きたい、どうしよう、なんて言ってもらう、なんて言ってもらうみんな、なんて眠れない、どうしよう、どうしようねえ、あ、聞こえる、聞こえる、やばい、私の声が聞こえない、やばいあ、ね、これ、黙ろう、ちょっと待って、大きいかな、これちょっと大きい、やったね、結構ね、うん、こうやってね、遠くに行くと、はい、遠くに声が聞こえて、うん、の私とまおちゃんがもしこうやってね、はい、回ったりするとですね、私たちがこう周りにちょっと目つぶ喋ってるように聞こえるんです、聞こえます、すごい、なんか私そう、なんか似てる、雲に出るからなんかやばい、私の声が聞こえる、怖いっす、それ聞こえるみたいなね、何言ってもらおうか、どうしよう、なんかお題を決めて、もう二人に演じていただく、もうお題を決めてもらう、すごい、どうしよう、私たち今日から儀式できそうな、はい、あ、前回はどんな感じだったんですだっけ、なんて言ったの、覚えてますか、なんだっけね、なんて言ったんですか、みんなさんに向けて聞こえますかって言ってたイメージが、聞こえますかみたいな感じで、ここで聞こえますかって、うん、こうちょっと、うん、なんかお疲れ様みたいな、お疲れ様って、あ、お疲れ様、いいですね、あの、じゃあ、ちょっと、あの、テストという意味合いも込めて、じゃあ、私と2人は、うん、あ、じゃあどっちにしようかな、かやまさんを奥さん、まおちゃんは、8歳の私の娘です、娘で、あの、川の字の、あの真ん中が私が、あの、旦那さんで、3人で、あの、お布団に入ってます、普通、子供の真ん中でしょ、いいの、いいの、なんでお父さん真ん中なんだよ、それで、だから加山さんに、あなた今日も一日お疲れ様って言ってもらって、真央ちゃんにパパお休みっていうのをちゃんとあのベッドに横たわってるぐらいのテンションで言ってほしい、え、あと寝息みたいのもさ、あ、寝息もいいね、寝ちゃってさ、寝息系の欲しいですよね、はい、寝息、私は、ね、寝息かな、じゃあ、あの3人で 寝てます、はい、スタート、はぁ、今日も疲れたわね、あなた今日も一日お疲れ様、うん、今日もいっぱい遊んでくれてありがとう、じゃあ寝ようかね、さて、最後にお休みの注射、注射、お休みの注射、パパ寝れないよ、パパ寝れないよ、注っていう、いつものやつやってるの、お休み注みたいのがね、毎夜そんなことある、家族であれよ、じゃあ一緒におやすみ、おやすみ、じゃあ、ね、ほら、いつものほら、声低い、声低い、あなた、で、あの、娘の真央が、パパって言って、二人でユニゾンで、おやすみって言ってください。え、チューは？おやすみ、チューで。チューは別に生っぽくても、あの、チューでもどっちでも構いません。はい。何じゃないって、じゃあ、そろそろ寝ましょうかね。うん。じゃあ、あなた